ユーザーさんからここですごい面白いとか良かったっていうふうに言ってもらえると、やってよかったなっていうふうに感じますね。真鍋隆明と申します。ゲームエンジニアになる夢叶えました。輝く笑顔がここにあります。現在はサイバーエージェントの子会社のクオリアーツという会社で、スマートフォン向けのアプリ開発を行っています。自分ができなかったことを仕事をしていく上で開発ができるようになったこととか、ユーザーさんがやっぱ目に触れることがあるので、その際にユーザーさんからここですごい面白いとか良かったっていうふうに言ってもらえると、やってよかったなっていうふうに感じますね。PC はもちろんなんですけど、欠かせないものとしてはスケッチブックが総理にあたります。スケッチブックはですね、開発の際に設計を考えたりとか、その実際に考えたものをチームメンバーと相談する際に利用したりしています。考えながら書くっていう場合は落書き的なことも書けるので、スケッチブックの方がすごい助かってますね。真鍋くんはですね、本当積極的で習得が早くて、コミット能力もすごく高いので、的確にスピーディーに仕事をこなしていってくれます。任せれば安心みたいなところがあって、今後は技術的により深く広い知識を身につけてもらうとともに、後輩の育成に力を注いだり、リーダーを経験して組織を牽引してくれるようになってくれることを期待しています。川原電子ビジネス専門学校 IT エンジニア科では、IT 企業と連携してシステム開発のプロを育成し、大手 IT 企業への安定した就職実績を誇っています。川原電子ビジネス専門学校では、ご覧の各学科で学ぶことができます。今よくあるゲームとしては、運営がいて、運営がイベントとかを起こすことによってユーザーさんが楽しめるゲームになっていると思うんですけど、僕がそうですね、作ってみたいものとしては、ユーザーが作り上げれるゲーム、やっぱユーザーが自由にイベントとかを起こしたりとか、そうですね、ゲームとかを作っていけるようなものを僕自身が開発したいなと思っています。ボールに体をつけて足で足に引っ張ってから、そのまま滑り落ちて